はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタンキムラーです。今日はですね、タワーバトル東方丈介編、フロア5ですね、フロア4ですね、フロア4、極上のフロア4を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー光太郎ですね。拡散ヒール、トレードパワー、シルバーフェイク、京都のダビチを入れてます。続いてディーバスですね、やらせて、スキルゲージ回復、カーパウをつけてます。そしてシーザーですね、最高知能フォアークナイト、死神の世界を入れてゲージ増し増しでいっております。さあフレンドはキラヨシカゲです。では参ります。まあ、ばらまかれてはいますが、早速光太郎でお掃除です。ではね、シーザーが、シーザーは今度は大丈夫ですね。はい、第1ラウンド終了です。続いて第2ラウンドですね。いろいろばらまかれております。バハさんまでバラ巻いてもあります。アイテムバラ巻き地獄です。しかしそれすらも落としてしまえば関係ないです。さあ行きましょう。はい、続いて第3ラウンドですね。やってきました。そういえばいましたね。やっておけばよかったかな。リーパスをしていればよかったかもしれません。はい、でしょ。まずはてしまいました。ここはディーバスをしておきましょう。ディーパスに対して回復しておきます。さあ最終ラウンドです。ここはね、増援がいないんで思いっきりいっちゃいましょう。
あ死亡時カウンターとかもないんですけど、まあ余裕持って、ここでシーザーかけてもいいですけど、まあそれだけしてもねもったいないので、はい、リーチ倒せましたね。ゲージは募集されますが無事終了です。はい、これで極上はねクリアすることができました。続いてはですね、究極の方を攻略したいのですが、いまだに、攻略すらしておりません。今しばらくお待ちください。ではですね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイム。